どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。本日取り上げたい曲は、春になったらちょっとこれ元気いっぱいで歌いたい曲お届けします。ドン、大塚愛さんのさくらんぼ。こちらのね、もうほんとキュートでポップで、もうね、あの元気もりもりですよ。はい、このちっちゃいウクレレ一本であの感じ出していきましょう。この曲、もちろんガズレレ YouTube チャンネルでね、もう相当 4,5 年前に一回取り上げてるんです。今見るとちょっとわかりづらいんで、今回さらに2022年バージョンとしてさらにわかりやすく、かっこよく、簡単になって再登場でわかりやすくアップロードしていきたいと思います。はい、いつものように2バージョンいきますよ。まず最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。この曲ちょっとテンポが早いんですけどね、ちょっとゆっくりするだけで初心者の方も取り組めると思います。コードはね、6個ですよ。今日入門コード6個でできる。なんでコードは簡単です。はい、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはあの疾走感、元気もりもりのあのね、もうなんかこう突き抜けていく感じ。それがね、ちょっと面白いフレーズなんかも入れたりとかして、濃厚なバージョンになってます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくて無理やめちゃったという方が、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができる。こんなプログラムがあるんですよ。このプログラム。ガズレレプログラム、分かりやすくて簡単で面白くてどんどん上達できるんで、今もう全世界中で何十万人もウクレレガズレレで始めて回ってます。はい、皆さんもすぐできますよ。このプログラムのリンクをここに貼り付けてます。もうちょっとしたら、ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐできますからね。 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあプログラムのリンクをここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここからです。スタート。いってらっしゃい。そこには今までガズが取り留めてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上もアップロードされております。すごい曲数でしょ。はい、皆さんがやってみたいなと思う曲名スペースガズレレで YouTube で検索していただくと結構出てくると思いますよ。これからどんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ早速やっていきましょう。大塚愛さんのさくらんぼ、元気もりもりバージョン。まずは初心者さん向け入門者用簡単バージョンの方からやってみます。One, two, せーの。愛し合う二人、幸せの空、隣同士、あなたと私さくらんぼ。
の大塚愛さんのさくらんぼやってみました。いいですね、これテンション上がるわ。これは元気になっちゃう曲。これ今からは春に向けてね、もうね、駆け抜けようという感じでございます。はい。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンでやらせていただいております。これフルコーラス全部私やりたいなという方、これあとはね、こうコード進行一緒に繰り返しになってるんですよ。2番とかもそんな感じでやってるんですね。なので、まずはガズレレバージョンで練習していただいて、慣れてきたら1番のコード進行を書いて、2番の歌詞を書き加えて、ちょっとこうフルコーラスにチャレンジしていただくのもいいと思います。ひとまずはガズレレのショートカットアレンジで、キーポイントとなるところの演奏をもう、ね、バッチリ仕上げていきましょう。はい。動画にですね、歌詞とコード出てますから、動画に合わせて練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定は、ガズさんと一緒に動画でね、合わせてできるようになったら、もうこれ1個目のゴール達成だと思いますよ。できた方、おめでとうございます。じゃあできた方、どんどん次のステップに行きましょう。次のステップは一体何かと言ったら、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するっていうのはなかなか難しいですから、ね、最初のうちは楽譜的なものを見て、楽譜を何回も何回もゆっくり自分のペースで練習して、自分など落とし込んでいて、いずれ覚えちゃって桜の木の下でね、これを思いっきりこう歌う、これ最高、覚えちゃうのがいいと思うんですけどね。まあひとまずは楽譜練習から入っていくのがいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということだと思うんですけど、安心してください。今ですね、今の演奏これ見てください。ガズが今手書きで、ノートに書いてこれを見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風にみんなにも写して大きく写して、メモったらいいよということでシェアしようと思うんですけど、今めっちゃいいサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたさくらんぼを含むガズが今まで手書きで書きまくってきている膨大のノート楽譜のストックがあるんです。その中から皆さんが毎月5曲やってみたいな、面白そうだなという曲をお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしていただける。このね、楽譜はもう全部 YouTube で使ってる、本当にリアリティのあるね、連動してるやつですから、すぐに練習入っていきますよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね、詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。2022年改訂版のさくらんぼです。いいですね。これ2つ並んで、はい、大塚愛さんです。これ1って書いてあるってことは、今日2枚にわたってますということでございます。はい。ちょっと見ていきましょう。これイントロなんですけど、最初ね、ちょっと不思議な感じで歌だけで入るんですけど、一応伴奏を伸ばしてつけてます。はい。ここからこう、印象的なね。はい。で、私さくらんぼからこの間奏に入っていきますね。この星マーク見て、これ後でまたここのところだけ繰り返しになるんで、C の1ブロック、こう8ブロック重なる、ところになるんですけど、最後 G7 で伸ばすということですね。で、かっこいいバージョンではここ見て、なんかいろいろ書いてある。タッターツタッターッタッターとなんか書いてある。これ、フレーズがあるんですよ。イントロのこのかっこいいフレーズを弾きます。これかっこいいですよ、めちゃくちゃ。ちょっと難しいですね。ここはかっこいいバージョンでしっかり解説いきます。で、ここもちょっと決めみたいなのがあって、この辺は下に書いてあるやつはかっこいいバージョンの解説になってます。で、こう、シンプル簡単バージョンは今こう G7 で伸ばしたよということ。で、ここから歌が入っていくよということなんで、まずね、こんな感じで写しとくんで、一時停止して皆さんノートとかに書き出してください。それか、今紹介させてもらったガズクラブで、このノート楽譜そのものをデータでダウンロードしていただくのめちゃくちゃ有効だと思います。このガズのノートの特徴を見て、上に点が書いてあるでしょ。これ、愛し合う二人幸せの、これ、点でね、タイミングがわかる。
これはもう画期的ですよ。あとガズのノートの特徴はこのね、こう伸ばすところあるじゃないですか。このこういうのって歌詞カードには出てこない表現なんで、この言葉ここ伸ばすんだなっていうのがよくわかると思いますね、ここ。そういう要素がですね、このノートには、ガズロノートには満載でございます。はい。じゃあ、これ1番と2番、今イントロいいね。1番と2番までこんな感じで写しとこうか。はい。こんな感じで、1番と2番まで写しておきます。はい。ですかね。はい。で、ここが、B メロですね。はい、B メロ。B メロも、ちょっとここほら、かっこいいバージョンではコードが4つ入ったりとかして、ここ結構、ポイントになるところ多いかなとか。で、伸ばして、サビに入ってきます。このサビがね、もうかっこいいんですよ。1回目に出てくるサビですね。いいですね。ここがね、もう1回聴いたらもうずっと頭ぐるぐるするメロディーなんですよ。はい。コードもね、ワンブロック2個入ってて忙しく思うけどね、簡単コードなんて安心してください。で、ここまで聴いたら、私、さくらんぼって聞いたら、こう、感想欲しい。ほら、さっきの、ここよ。ここ。で、ここ、感想、でって、でて、つてんで、でてんで、ここをやって、で、こっちのページに行くんですけど、ここね、サビのね、1はね、後で繰り返しがあるんですよ。はい。で、ここちょっと後で説明しますけど、ここ。一番最後、2回目に来た時は、ここ C で終わるよ、ということが書いてあります、ということですね。はい。で、それで、じゃあ、こっち、まず1回目のサビが終わったら、こっちに行きます。はい。ここはもうね、ラストのサビなんですね。コード進行は一緒で歌詞が変わっていきます、ということです。はい、こんな感じです。で、ここまで来たら、はい、みんなこれを言いたいよ。もう一回言いたいでしょ。もう一回を言って、はい、OK？ これちょっと同じです。コード進行は一緒ですからね。はい、歌詞が変わります。もう一回言ったら、ここサビ1へ。さっきも言ったように、ここにまた戻ってきて、で、最後、私、さくらんぼを C で、ラストは C で終わるよ、というふうに書いてあります。はい、じゃあ出てくるコード解説。今日は嬉しい入門コード6個ですよ！やったー！はい、見ていきましょう。CAm、FDm、G7、Em7。はい。今映ってるこの6個はガズレレではもう超入門コードのグループで、この曲できるなんて嬉しいわー、ということなんですけど、はい。ガズレレ必須コードという入門コードのグループのメンバーですね。このね、ガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいくらいで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループでございます。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単だけど、10個いっぺんに急に全部覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになります。私が皆さんの頭にスッスー笑われちゃう。めちゃくちゃいい動画を撮ってます。ここの動画見たら10個のコード、面白いように覚えちゃうんで、もうね、覚えちゃってください。今日はそのうちの6個ですけどね。まあでもこの曲はね、6個で、つってもう簡単コードばっかりなんでね。取り組んでいってください。まずは初心者さんはゆっくりね、いいと思うんでやってみていただいて、はい、じゃあこれからかっこいいバージョンのね、解説に入っていこうと思いますが、まあ一応この曲はですね、歌いやすい曲だと思うんですけど、A メロとかね、やっぱり言葉のタイミング、なかなかやっぱりよく聞くと、あ、そういう風になってたんだな、みたいな。いざ、ただ聴いてるだけと自分で演奏しようかなと思う時の聴き方ってね、やっぱちょっと違うんですよ。あ、こんな風に歌ってたんだなっていう発見もあると思います。しっかり歌を確認してね、演奏に入っていくのがいいと思います。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。出てくるコードは全く一緒です。つまり弾き方とか、ワンブロックにコードが4つになるとか、そういう変化が出てきますね。で、やっぱりこの曲はなんつったってこれ元気もりもりの疾走感とか勢いというかね、こうパワフルな感じがやっぱり大事だと思いますけど、リズムが肝心ということでございます。今日出てくるリズムはこちらです。ドーン。8ビートのチャとスカビートっていうのが出てきます。スカビートですよ。で、間奏のところで特になんですけど、カッティング。これがね、ちょっとキーワードになる。今日はその間奏のところ、一番ちょっとキーポイントになるかなということなんですけど、今映ってるこの弾き方。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にそれぞれの濃厚解説レッスン動画の動画が上がっております。もうじっくり見ちゃってください。はい。これはなかなか今日出てくるこのリズムはね、面白いリズムばっかりなんでね、順を追って解説していこうと思います。まずですね、ちょっと難しいイントロとか感想に出てくるフレーズはちょっと、が後でしたね。で、歌い出しは伸ばして、愛し合う二人でこれ伸ばしてやるんですけど、で、感想はこれから解説するんで、歌の中、1番、2番はですね、ドン、スカビート。これがね、この曲に合うんですよ。ちょっとスカビートでどんな感じか、A メロでやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。開くと向こうにね二つなって、はい、つちゃ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 っていうのがこうスカビートなんですけど、これねガズレレではね、そのさっきねリズムいろいろのところの動画でスカビートの解説もしっかりしてるんですけど、これ、ね、スカビートって一応2ランクがあります。2ランク。最初の入門者はまず8ビートのチャでいうチャを弾いて C で弾きますよ。チャを弾いてアップ、
簡単にできると思います。ただし、これね、ズッパッズッパッって裏で来るでしょ。つまり、ワン、ツー、スリー、フォー、ズッパッ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 、ワン、ツー、スリー、フォーで裏で来るリズムなんで、リズムキープが難しいです。あ、ツッタッツッタってやってるつもりが知らないうちに、タツタツタツに変わっちゃったりしますよ。はい。この辺が注目なんですけど、これが、簡単な方のスカビート。で、このかっこいい方のね、スカビートっていうのはね、よく見てもらうとわかるんですけど、カッティングを入れて、パッパッパッ、このパの音がすごい短いとかっこいいよっていうことをお伝えしてるんですけど、大塚愛さんの桜棒で出てくるビートは、これ逆にね、簡単な方の、チャッパーチャッパーのカッティングない方が逆にいい感じがします。速度も速いんで、結構速いんで、これでいこうと思います。なんでこれ初心者の人、これスカビート、いい練習題材になると思います。コードも C と F で簡単なんで、なしですか、これカッティングを入れるとすると、はい、キレがあるでしょ。こっちはちょっと難しい。で、この本格的なスカをやらなくてもいいと思うんで、チャッパー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 、裏の感じが出るぐらいでちょうどいいと思います。はい、練習方法としては C を押さえて、チャッパー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 、8ビートのチャの、このチャを押さえてアップ、この繰り返しなんで、さっきも言ったけどリズムがね、こう裏変わらないようにリズムキープで、気持ちいいから速くなっちゃったりするんで、これ要注意ですね。はい。で、そこから、B メロからサビにかけたもう基本中の基本、8ビートのチャというリズムです。ドンチャトスチャカドンチャトスチャ、このリズムはガズレレでは本当基本中の基本になってるリズムなんで、この疾走感とか力強さとか出すにはもう最適なリズム、このリズムでどんどんいきましょう。で、シンプルです、とっても。で、B メロのところでワンブロックコードが4つ入ってきたりとか、止まるとかそういうのはあるんですけど、まあ、あと唯一言うと、このかっこいいバージョンはテンポが速いので、置いてかれないようにしないといけない、全体的には。そこがキーポイントになるんですけど、あの、大きい決めというのもないですね、とにかくね。演奏中はすごくシンプルで疾走感、もうグイグイいく感じ。ただしテンポ速くな、あの、なりす。なるっていうのは僕かっこいいと思うんだけど、あんまりにも速くなっちゃうとね、まああれなんでね、適度なこのドライブ感をこうキープしたままやるのがキーポイントだと思います。まあ、B メロでちょっと唯一決め的なワンブロックコード4つのところが出てくるので、そこをやってみようかな。泣き泣きの一日やからやってみます。せーの、さん。泣き泣きの一日や、自転車の旅や、書き表せない、ここですね。書きやすい Em7 Em7 人生、早いから書き表せないだ、はい、ここだけが唯一、まあ、決めというか、ワンブロック4つでね、どんどん展開していくよというところでございます。はい、じゃあ今日のキーポイントとなる、その、イントロの後の感想部分、2回出てくるところ、ここをね、今日は徹底研究していこうと思います。まずデモ演奏やってます。ワン、ツー、サン、シー。これいいでしょ、これいいでしょ。ちょっとゆっくりやると、だったーつたったー、ここまでが一個の決めみたいな感じ。ここでカッティングを使うとすごくいい。左手見てて、だったー、今止まってるでしょ、音が。左手で止めてるんですよ、音触って、はい、だったーちゃたったーだどどどどどど、で、このだだどどどどどどなんですけど、ね、全部の弦を右手で弾いていいんですけど、一弦ゼロゼロ一一二二ってなってます。C C 一弦の三フレットでしょ、 C だから。三三三三三ゼロゼロ一一二二三三スタッタゼロゼロ一一二二、こんな感じなんです。はい、この構造だけは楽だと思うんですけど、一応図で表すとこうなります。はい、まあいいですか。これ丸が弾くところ、バツがカッティング、星がチャで、数字の0、1、2っていうのはね、これ一弦の0、0、1、1、2、2ですからね。ちょっとゆっくりこの絵を見ながらやっていきましょう。せーの、バツタチャタツタタ、0、0、1、1、2、2、タッタチャタツタタ、0、0、1、1、2、タッタチャタタタ、0、0、1、1、2、タッタチャタタタ、0、タチャタタタ、どうこれ、この表を見たらわかるかな。ちょっともう一回ゆっくりね、もっとゆっくりいこう。せーの、せーの、タナ00112タッタッタナ00112、こんな感じでめちゃゆっくりでいいんで、ちょっと何回か練習していただければなと。この最初のタッタのこのここでカッティングを入れて、タッタスタッタ、このチャで、はい、コントロールできるから、あとタッタチャこのフレーズ取り組んでいただきたい。で、イントロの
後の感想に関しては一番最後のところだけ G7 決めが入るんで、ちょっとじゃあイントロ終わった後の感想をやってみます。せーの、G7 で飛ばして、その後 A メロが入ってきます。せーの、ね、ちょっと開くとこんな感じになっていきますね。はい、だんだんつたったんだどどどどどどだんだん、はい、でこの感想にも出てくるんで、同じパターンでいきましょう。で感想の一番最後はもう C で流して笑顔をさグーに入っていくんで、これはデモ演奏を見ていただいたら、あのなんとなくムードを掴んでいただけるかなというふうに思います。じっくりねちょっとこれ練習して、難しかったらまずはあの口で8ビートのチャンで C を弾いといて、だんだんだんでも十分ドライブ感出ると思うんで、まずはこれをやってちょっとね慣れてきたらこのフレーズに挑戦してみるのがいいと思います。はい、そういう感じで演奏のね解説は終わりなんですけど、やっぱこの曲のねもう元気もりもりでもうラブリーでキュートな感じ、大塚愛さんのさくらんぼのプロモーションビデオを見てもですね、もう本当ポップでキュートでもうなんかもう本当にいいですよね。あの元気もりもりのねあの感じはやっぱりもう曲にも現れてるし、映像で見てもね共有できるような、ああいう世界観を持って演奏するのまたいいと思います。春めいてちょっと暖かくなってきて、なんかこうカラフルな世の中になってくる感じ、そういうのをこう思い描いて思いっきり歌っていきましょう。それでは行ってみましょう。大塚愛さんのさくらんぼガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3 愛し合う二人、幸せの空、隣同士あなたと私さくらんぼ、カズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはなんかラブリーでポップでねもう元気出ちゃう。はい、全開でいきましょう。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、
簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リッドミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と思うので大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。